はい、どうもかげです。パワープロ栄冠ナインやっていきたいと思います。よしやるか。中堅高校どこまで行ったんだっけ。お、そうか、秋の大会で勝って、秋の地区予選で勝ったんで、次は秋の、関東大会か。秋の関東大会1回戦です。あ、ランクみんな忘れてた。まあ強いでしょ、秋大関東大会だからね。一応葉山が進化を覚えた。よし、イロハス、イロハス、イロハス頼むよ。イロハス、イロハス、お前2番に置こう。2番に置こう、イロハスを。で、なぜか葉山が、なぜかお前エースになってんの。とエースで登録されてんの。背番号1を引き8番だよね。背番号10、背番号7、背番号11。なんで最初葉山がいつも先発になってんのかな。相手何ランクだろうね。1日目第2試合ってことは、時間的にはだいたい12時か11時ぐらいに始まってるのかな。お、なんか同じようなユニフォームだな。似たようなユニフォームだ。草津実業、あ、 B ランク強い、勝てる気がしない。お、いきなりノーアウト一塁。引っ張ってもらおうか。盗塁はいけるかな。キャッチャーは DD C、 いける。 OK、 カーブいける。 OK、 変化球だったらいけるんだけどね。ここで引っ張るか。まあ引っ張るか、流してもいいけどね。あー、流したらよかったかな。でも4と2だったらやっぱりね。お、2点取った。ここは流そう。最悪進塁だ、進塁だ。ゲッツーならなかったよ。ゲッツー、ゲッツーならなかったらいいよ。ゲッツーならなかったらいいよって。ゲッツー、フラグ立てようと思ったらほんまにフラグ立っちゃったね。フラグを立てるっていうと、フラグを立てると立たないっていう、フラグを立てようとしたらフラグが立つ。うん、そうだね。俺も何言ってるか分かんない。ヒットメロ。え？え？ん？なんかよく分からん。よく分からんけどいいや。スクイズ。OK。今スクイズ外されたくない？危なかった、危なかった。スクイズ。2連続スクイズ。よかったね、今の2連続スクイーズは。さすがだわ、名勝だわ、名勝。これで4対2で勝ったらめっちゃ名勝だね。お、内野くんの、内野くんが内野守ってる。栄冠ナインで内野くんってよくいたんだよね。これ内野って読むのか、内野って読むのか分かんないけど、内野だわ。内野っていうのが大体外野守って、外野かピッチャーとか内野守ってないんだよね。で、相手の能力見るか見てなかったし、二刀流が多いな。うん、まあ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 、パワー S。 まあ結構強いじゃん、結構強いじゃん。まあ勝ってるけどね、勝ってるんだけどね。こいつパワー S だぞ。外角投げてこい。うおー、取れないか。 OK、 ナイスキャッチ。パワー S だったからね、怖かった。いやチトゲめっちゃ打つな。通り、セーフ。変化球だったしね。ここで、流し打とう。最悪内野ゴロでいい。オッケーオッケー、それでいい、それでいい。ここでスクイズ、スクイズ野球だな。もうもはや煽られるかもしれないね。スキューでしか点取らないのかつって。アイナイストリー。でも小技でね、揺さぶっていこう、相手を。盗塁スクイズっていうね。オッケー、ナイスバッティン。
初めてタイムリー、今日初めてのタイムリーだね、俺が見た中では。点取った、3点取ったっけ、自分で取ったの3点だけど、3点ともスケールだったからね。お前らモテるようになってきたのか。序盤はもう全然打てなくてね、夏の大会も全然打たなかったけどな、ちょっとは打てるようになってきたのか。そんなこと言ったらナイアゴル打つけどな。8万がやっぱ抑えてるよ、自動ラック。そうか、あと1点取ったらゴールドだからこんなになってるのか。一応楽、1割6分か。お前頼むよ、二刀流として育てたいんだから。ダメだったか、めっちゃ打ってんな。ホームラン打とう、ホームラン流して2本打ってるから次は引っ張って1本と。止まり打ったな、お前もう今日4打数4安打か。しかもツーベースじゃなくてライト前っていうね。よし、ここは代打送ろう。でダイソーも、ダイソーはいいか。で代打、もう一回代打マイコ、代打マイコラスで聖志郎代打。熱血、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。パワー B か、 OK、 ホームランと OK、 パスボール、アートキャッチャー取れない、アートキャッチャー、こいつアートパスボール、全部一緒だん。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。ここで今日4出塁ちゃうか、3出塁のちとげ。究極の思考、究極の思考が今、見逃し三振か。やっぱ2-2で指示しなかった見逃し三振になる確率多い気がするんだけど。てかピッチャー変えたのミスったかな、これで負けたら最悪だね。8番やっぱ残してなかったかな、外野かどっかで残してなかったかも。やばいやばいやばい、早間じゃ抑えられないかな。6点あったらいけると思うんだけどね、早間でも。 OKOKOK、 2点はいいよ、2点はこのランナー2人返してもいいから。 OK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 、 いいよ。オッケーオッケー、全然問題ないよ、こんなん。頑張ろう頑張ろう、あと1人だ、あと1人、あと1人でオッケー、あと9回抑えたらいける。点取ろう点取ろう、松尾、ピッチャー松尾、左投げなのに右側を踏んでるのか、シュートピッチャーかな、プレートの右側を踏んでるね、左ピッチャーだけど、シュートをアウトコースに投げてくる系のピッチャーなのかもしれないね。チャンス流し打て、雪の下は全然打たないからな、2割1分4厘、3番で危ない危ない、全然打たないな、盗塁しよう盗塁、お前に盗塁できなかった、ほんまにもうダメだった。盗塁いけそうだな、ヒットエンドランにしよう。 OK、 これ戸塚、黄色い線うちの OK、 ナイス、うちの OK、 ヒット、満塁。ここで長打を打ってほしい、誰か、お前か一条、発揮しろ持ち前のくせ者を。 OK、 ナイス、くせ者、今日めっちゃ打ってんなお前。あ
あ、まあ6点あるからね。黄色い線、黄色い線を背中に受けてやる気もみなぎります。守備に気合を入れます。緩急 OK、 いいカーブだ、いいカーブだ。サード湯田って誰、このバグ直ってないんだ。結局2014であったけど2016でも直ってないのか。 OK、 シンカーとカーブとシュートを操るからな。早までも抑えれるな。カーブがいいな、このカーブが。よし、あと1人、あと1人。お、なんだこれ、こんなの表示するのか。いけるいける。お、ちょっと待って、スタミナがちょっと一回ラックンに、ラックンに投げてもらう。ラックンに、いけよ、アンダースロー、アンダースロー、ラック。 OK、 はい、ありがとうございます。勝ちました。やった、勝ちました。お、立花がチャンスメーカーになった。8番のミートが、え、あ、そうか、8番のミートが G。 お、強豪校になった。黒土だ、黒土、へい、黒土。おお、黒土、初の黒土だ。一日で黒土から、白土から黒土に入れ替える男、すごいな。業者、この業者すごいわ。一瞬で黒土に入れ替えるからね。よし、じゃあ今日はここで終わるか。見てくれた皆さんありがとうございました。さようなら。